私あの先週の金曜、土曜と、うん、あの大阪方面に行っていたんですけれども、はい、もう大阪はですね、うん、大阪都構想の住民投票でも、うん、もうみんながすんげえ盛り上がってて。であのの関西ローカルの テレビつけたらあの私と一緒に討論をしてたあのみんながですねテレビで生放送で事前討論をやってたんですけれども今回私全く呼ばれなかったんですねあのなんでかって言うとですねあのこれ前にこの番組で一回話したことあると思うんですけれども私あの橋本 大阪市長からバカコメンテーターって呼ばれた元祖なんですよ。六こ六にいるのかな？あの橋本さんがバカって言ってる人がでその元祖なんですけど、あの大阪のテレビ番組で私が橋本さんにたてついたんですね。そのバスを民営化すると市営バス民営化して百三路線あって三路線ぐらいしか黒字しかないんですよ。だからそんなの単純に民営化したらお年寄りが困るでしょ。 てて言って立てついたらね橋本さんが切れて「何言ってんだとまあいくら税金突っ込んでるか分かってんのか、うん、具体的な事情知らずにらそうなこといいんじゃねえ」っていう、うん、まあ言ってみろ赤字の額いくら補助金突っ込んでんだと思ってんだよってお、うんなの知らんわけですよ。うん、でも ちょっと新聞のベタ記事読んだ気がしたんで20億ぐらいですかねって言ったらにあって笑って「うん、だからあなたはねバカコンベンテーターって言われるんですよ、うん、いいですか100億超えてんですよも知ららずにそういういいこことと言ってるからダメなんですよ、うん、明日からね大阪市の副市長のポスト用意しますから今すぐこっち来なさい」って言われたんですけど、うんあのー、私若い頃だったら行ったのじゃねえかって言っちゃったんですけど <laughs>、うんうん、危うく橋本さんの手下になるとこだったんですけど、えー、それ以来ですね 橋本さんはあの全然私と一緒に出てくれなくてだから私を今テレビに出すと何言うか、うん、あのほぼ明らかなので、うんえー、多分呼ばないんだと思うんですけれども、うんまあ、僅差でですね秘訣っていうことになった、ね、本当に1万秒しか咲かなかったっていうところで、うんまあ、本当に危なかったなって私は思うんですけれども危なんっっで,、えー、でかっていうとですね、うん、橋本さんの力はものすごく強いんだっていうのが分かったわけです。はい、でこれ大阪都構想をやって、うん あのみんなが二重行政が解消されてえ効率化して大阪が良くなるんだっていう話を鵜呑みにしていたんですけれども実はこれ冷静に考えるとえ大阪市を5分割するんですね北区、東区、南区中央区湾岸区っていう。で 分割してそれぞれにえまあ区役所を置いてそれぞれに議会を置いてでこれは言い悪いを別にしてですね、役所っていうのは分割すればするほどコストが上がるわけですよ、統合すればコストが下がる、だから分割するんだからコストが上がるに決まっているわけですで。これ単に分割するだけじゃなくて例例ええばば国民健康保険とかえ ゴミ処理だとかっていうのはそれぞれの区ではできないので一部事務組合っていうのを作ってですね、えー、そこに事務委託をする、えー、つまり分割はするけれども、えー、一番身近なサービスは統合してやるっていう。だから その特別区とその上にえ一部事務区合、味合いがあってその上に大阪府があるっていうまあ3階建て構造にしちゃってですねえそれでコストが減るわけないじゃんっ <laughs>、ねうん、<laughs> 二重行政解消するって言っても今、松井さんと橋本さんっていうまあ維新のえ会の会の 橋本さんは維新の会じゃなくて大阪維新ですけれども今は仲間なわけです2人盟友がやってるわけですから本当に二重行政解消する気持ちがあるんだったら今の体制で何の問題もなくできるわけですよだから本当はね何のためにやったかっていうとこれは私の見方ですよ橋本さんが今から7年前に大阪府知事になったんです大阪府知事になっていざ いろんなことをやろうとしたらその大阪市っていうとっても大きな強大な権力を持ってる自治体が中にあってこいつが言うこと聞かなかったんです橋本さんはぶち切れて大阪市を叩き潰すぶっ潰すぞって言ってまあ最後大阪市長選に自ら出馬してまあその市長を破って自らが市長に就任するわけですよ。ね 橋本さんがそのこの権限を要するに府知事の権限を強大化するためにどうしたらいいかってちょっと東京を見てみると東京都知事っていうのがいるとでこの都知事は強力な権力を握っているしかも東京は繁栄しているこれだっていうので大阪 府知事を東京都知事みたいにしちゃおうっていうのが発想の原点だったわけですね。で、現に今回のその大阪都構想では、分割した土佐さんに紛れて、財源でいうと2200億円も市の財源を府の財源に移すことになってたんですよ。つまり権限が府知事は強大化するで。 そうすると橋本さんが新しくできた大阪都の都知事になればやりたい放題にできるってそれが最終目標だったんだと思います。 思うんです橋本さんは今必要なのは独裁ですよって言って私の予想では長期政権を築いて独裁者となって大阪城が金箔張りになるっていうのが私の予想だったんですけどまあまあそれはそれとしてですねそれがうまくいかなくなったっていうか否決されちゃったっていうので財政面では大の大阪 市民の負担はそんなに大きくならずに済んだんだろうなって思うんですけれども問題は何かっていうとですねえ橋本さんがもう昨日の夜からの会見でえ政治家を引退すると。絶対に ややめめるるつったのはんだと前の時に結果的に嘘になっちゃったのは、うん、もうテレビ番組の出演とかがもう収録が終わってて、うんえー、出るっていうとそれが没になっちゃって迷惑がかかるから僕は言うのを我慢してたんですよ大阪府知事には万なならいっていはい、はい、言ってたのに出た理由はそうだと今回はそういうしがらみがないから、うんうん、絶対に嘘はつかない。うんはい でえー、おっっしゃって、まあ、それでも日刊スポーツかなんかはそれでも出るだろうっていう記事を書いてんですけど私は出ないんんだと思うんですね、はいえー、でただ私はこれで、えー、維新の党国政政党の方の維新の党が随分良くなる。 って思っていたんです、うん、で、それは何でかっていうと、うん、あの橋本さんは安倍総理と一緒になって、うんえー、憲法改正特に球条改正に突き進んでいくっていう風に、うん、まあこれは世間でも見られてたし私もそう思ったんですけれども、はい、橋本さんが政界を引退しちゃうと、うんえー、維新の党は勢力を 失っていくわけですよだって橋本徹の個人商店とも言われたわけですからそうするとあんまり大きなパートナーとして自民党が扱えなくなるっていうことが起こるんじゃないかなって思っていたんですでもそれでも私は枝田健二さんがあの代表にずっと居続けてくれたらあのすごくいい 政党になるんだと思ってたんです。それは何でかって言うと、橋本さんよりもあの枝けんじさんははるかに鳩派なんですよ。平和主義者なんです。でえ、枝け二さんの主張は平和主義かつ思い切った。行政改革。 これはですね実はあの小賀子恵明さんが言ってた政策とほぼ一緒、全く一緒って言ってもいいぐらい似ている政策を掲げているのでまあそっちの方向でその維新の党を持っていくんだったらそれなりの支持が国民からもあるんだろうなって思っていたんです。やややめめめちちちゃゃゃいいまたたっっっんんんででですすよよななのかかがくわらだって 責任を取りますっておっしゃったんですけれども今回の住民投票は大阪維新の会がやったことなんですよ。で、うん、枝田賢治さんは、うん、あの維新の党の代表なんです。うん、これは国政なんで、うんうん まあ、少なくとも形式上は関係ないわけですよです、ねえ。にもかかわらず代表辞任するようなことかって私は思うんですけれどもただこれで枝さんが。 引いちゃうとですね、ええ、割と多感派の人たちっていうのがごっそり残るわけです。あの大阪維新の会では、あの、これは橋本さん自身が言ってたんですけど。橋本さんが最もハト派ぐらいなんですよ。残った人たちはもう超高派なんです。で、その人たちがどう行動するかというと、こう先行きが見えないっていう中で。これ、これから起こる事態っていうのは、安倍総理は今憲法改正は。 段階的にじわじわやろうとしているんですねその緊急事態に対応するような改正を行って最後救助改正っていう方向に向かおうとしてたのがこの維新の党の先行きがあんまり明るくないっていう状況になると作戦変えてくるんじゃないかなつまりすぐやる維新が元気なうちに一気、うんうんうん、に救助を変えちゃうぞ。ああなるほど 2つちょっと質問があるんですが、1つは、二重行政の解消っていうけど、東京を見習えっていうけど、東京も都があって、区があって、ここをやっぱり都議会ってやっぱりなんか、行政的にダブるんだよね、ダブってますだから、大阪が東京となったところで区を5つに分けたら、やっぱり二重行政になるんだよね、ここは。で、力が弱まるんですよ。ね 東京が反映しているのは23区制度を取っているからではなくてここが首都だからだと私は思うんですねだから本当に大阪を発展させたかったら首都機能を大阪によこせっていうのが正しい主張だったんじゃないかなと。 ちゃんと、ね、こう二重行政になってるけど、ちゃんと区分けして、スリムにやることだけを担当すれば、同じビル、みたいなビルの二つ立ちようなことはないわけだよね、はい、本当は。で、それ分け,分けて、ボトムアップして、ちゃんとやれば、東京都も必要だしあの、23区も必要なわけだよね、本当は。はい、ちゃんとやるんだらね。ちゃんとやるんであれば。で、実は自民党、公明党、民主党は、そういう形で、地道なやり方で効率化をしましょうって言ってるんですよ。うんうん ったことも確かなんだよねちゃんとやってなかったっていうのは大阪にあるわけで、うん、それが一つ分かんな、ね、い、だから二重行政っていうのは、株っていうのは同じことだと、だからもう一つ、橋本さんが辞めちゃったでしょ、はい、これ7年半やって、辞めちゃったと、はいはいで、これはこれでいいの、い<や>ここら辺がね、うん、もし今度、僅差だったんなら、これを励みにもっと私はや,や,やりていきますって。うん 言わないでこれでやめたって言ったら、な政界ごっこをやってたふうに受け止めちゃうんだけどいや、だからそこら辺が橋本さんのわがままなところなんですよ、大阪市民もそうだし、議会もそうだし、それから橋本さんを支持してずっと会社辞めて政治家になっちゃった人もたくさんいるので。選挙の時なんか、だって橋本さん、他の議員に喋らせなかったんだもんね、そこら辺はね、ちょっとひどいな、でも 橋本さんに聞いたら多分自己責任だって言うんだと思うんですけどそれまでに自力で立ち上がる力をつけてなかったやつが悪いんだって言うんだと思うんですけどまあそこはねちょっと無責任かなとただ次の大阪市長が誰になるのかっていうのがまあ最大の焦点でしょうね。 あの私は大阪市民だったらあの一発かき回しに出てやりたいぐらいの気分なんですけど、えそもそも出馬の資格がないんで、今腰たんたんといろんなお笑い芸人が狙ってるんじゃないかな。こんなような噂もちらほら出てるね。そうですね。はい。あの小竹さんは出ないと思います。出ないです。出ないよ。出ない。出ないよ。